代替出場とは、競技会やイベントへの参加が決まっていた、個人、チームが何らかの理由により参加できなくなった、あるいは参加する権利を自体、喪失した場合に、その代替や空いた出場枠の穴埋めとして出場する個人、チームのことを指す。主にスポーツやテーブルゲームの競技会や大会で見られることが多いが、NHK 紅白歌合戦など競技以外の、 イベントでも見受けられることもある。なお、会場入りや現地での参加登録手続きの日時が指定されて時間厳守という競技会の場合、競技者やチームが指定の日時までに到着し所定の手続きを行えない場合には、当該の競技者やチームは競技に参加する権利を自動的に失って欠場となり代替出場の制度がある場合には、繰り上がりとなった代替出場者に その出場権が与えられるのが基本である。実際、プロゴルフや公営競技においては、競技者が本人の日時の勘違いによって、指定日時に会場に到着できず、参加登録なしという自由で欠場になったという出来事は過去に数多い。一般的に、このような形で急遽出場することになった補欠の代替出場者は、あらかじめ現地で待機しているか、 あるいは出場招集を受けて現地に赴き、出場選手として別途参加登録を行う。ただし、競技によっては、競技者やチームが指定時間に指定の場所に到着できるように出発しており、到着できなかった原因が想定外の公転による利用した公共交通機関の遅延への巻き込まれなど、本人に起因するものでないことが明確である場合には、 ショーレースからの除外やショーレースにおいて競争上、著しく不りになるという条件ではあっても、到着後の競技への途中参加を許可する場合もある。一方、競技会中もしくは終了後に競技者、またはチームが規定によって、失権となった場合、その競技者やチームの試合は、没収試合とされることが多い。競技会とは直接関係しない個人の不祥事、いわゆる連帯責任で、 出場自体を余儀なくされるケースもある。日本の高校野球の場合、特に佐伯達夫が日本高等学校野球連盟の会長を務めた時代は野球部員以外の不祥事により甲子園出場自体を迫られることが多く見られた。代替出場となる競技者やチームは、主に予選試合や以前の試合成績により出場が決まっていた競技者、チームの次に、 優秀な成績を残した競技者、チームが選ばれることが多いが、主催者の判断や予選試合以外を含めた過去の成績などで決められる場合もある。なお、選抜高等学校野球大会では補欠校制度があり、補欠校は出場校決定時に地域ごとに2校前後制定される。出場が決まっていた高校が何らかの理由により、本大会参加自体を余儀なくされた場合、 補欠校が代替出場校となる。補欠校には順位があり、順位が高い順に出場となる。例えば補欠校が2校決まっていて、内定校のうち1校が辞退した場合、当該地域の補欠1位校が代替出場権を得る。競技会、大会、イベントへの代替出場が決まっていた個人や、チームも何らかの理由により参加を断念、辞退した場合、 さらなる代役が立てられることもある。この年の東京大会では、提供商工が優勝したものの、未登録の選手をベンチ入りさせたため、準優勝の日大三中が大体出場することとなった。しかし、日大三中も未登録の選手をベンチ入りさせたことが発覚し、出場自体に追い込まれた。結局、早稲田実業がさらなる代替代表校として出場した。 当時の天皇杯は、日本リーグと全日本大学選手権それぞれ上位4チームが出場していたが、日本リーグ上位4チームのうち、2位の小賀電工と4位の八幡製鉄が辞退したため、繰り上げとして5位のヤンマーと6位の日立本社が代替出場となった。しかし、そのうちの日立本社も辞退。さらなる代替出場として7位の日本交換が繰り上がった。出場が決定していた。 北島三郎と山本常時がその年の正月に暴力団稲川会の新年会に招かれていたことが発覚し出場自体を余儀なくされたことで戸場一郎と角川博士が代役に当てられた。しかしそのうち戸場一郎は自身も過去に稲川会と関わりがあったことを自ら暴露し NHK の偽善の姿勢を批判し自体代役の代役には 渋垣隊が当てられた。ありがとうございます。